はい、じゃあ2部、もう疫学ではなくて今回からね、もう和人伝ということで、そうですね、和人伝5回目です。はい、じゃあお願いします。和人伝の話がですね、長くなりそうでございますからね、はい、駅の中でお話しするのは適当でございませんので、ちょっと独立してお話し申し上げます。はい、さて、岸和人伝のですね、主人公といいますのはですね、そうですよね、卑弥呼なんですよ。そうですよね、なんといってもそうですよね。邪馬台国の女王卑弥呼という方はですね、魏志倭人伝で初めて登場するんですよね。はい、日本のですね歴史書にはないんですよね。一切正面から顔を出しません。うん、なぜかということをですね、ちょっとここでお話申し上げたいんですよね。はいはい、卑弥呼はですね、日本のいわば権力者はですね、表に出したくなかったんですよ。なるほど。なぜかと言いますとですね、ちょっとこの像を見てくださいね。推古天皇の9年、これが AD601 年でございます。これをですね、神武紀元神遊の訴求起算点としたんです。訴求起算点というのはですね、日本の歴史は対外的にこれだけ長いんだということをですね、誇るためにですね、この601年を起点にして上に1260年遡ったんです。そんなに遡っちゃった。遡ったん。無理やり。無理やり遡った。で、根拠はあります。あ、そうですか。その根拠は新説という学説に基づいてるんですね。あ、よかった。この新説という学説は60年を一元といたします。60年を一元。60年周期ですね、じゃあ。60年を1元としますね。はい、で、60年は、どうして計算するかといたしますと、これ見ていただきたいと思いますね。漢詩によって計算するんですよね。十漢十二詩という言葉、皆さん、はい、書いたことありますね。十巻十二詩、十巻というのはですね、孔乙丙丁亡靡孔信人氣、これは十巻ですね。ね、1から10まで、計算できるわけですよね。はいはい。そして十二支は皆さんご存知ですよね。そうですよね。ねえ、牛、トラ、ウー、タツ、ミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌ、イとなるわけですよね。はい。上に十の巻を取ります。十巻を取ります。それに対応するように下にですね、十二支を取りますね。十巻に対し十二支でございますから、十二支の最後の二つがはみ出るわけですよね。ねえ、牛、トラ、ウー、タツ、ミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリまではですね、こうからおしまいの木まで対応しておりますね。しかし、十二支のはみ出た犬と岩ですね、対応する十巻がないわけですよね。そこでですね、甲乙を上に入れておくわけです。十巻十二支のですね、はみ出た犬と犬にですね、甲乙を入れるわけですよね。
そうしますと全体がちょっとずれてきます、はい、ずれてきますけれど、それを60回繰り返しますと一番最後が揃うわけですよね。木と糸、ね、10巻の木と十一支の糸が揃うわけですよね。これで60というですね回数を計算するわけですよね。したがって我々ですね、還暦になると還暦の祝いをいたしますよね。その元となるものがこのいわば漢詩の一巡りなんですよね。はははそして61回目は元に戻りまして、また甲と根から始まるわけですよね。この60回一巡りのことを一元と言われる。一元ね。新説は二十一元ですね。じゃあ6×21ですか。あ、60だ。60の21倍、はい、そうですね。二十一元足すと大事件が起きる、大革命が起きるという考え方なんです。これはね、中国のですね古代の思想なんですよね。あ、日本じゃなくて中国の、中国の先進の時代に流行いたしましてね、後漢の時代まで、その学説がなかなか使われたんですよね。その学説をここへ持ってきましてね、推古天皇9年というのは聖徳太子と蘇我の馬子がですね日本の国書を作ろうと志を立てられた年ですから、これは大事件だということは、ここから1260年遡ったこの年には大きな事件があったろう、それは神武天皇の即位だということでですね、この紀元前660年、これをですね日本の歴史の始まりにしたんです。それでもそれ無理やりじゃないですか、それ。まあ無理やりですけどね、何かこじつけられないといけませんからね。1260年遡ったんです。あ、そうですか、ね、事件がないのに起こしたんですね。まあ、無理やりね、そしてね、この新冊という考え方はね、中国ではね、その後は前ですね、こういう考え方は取っちゃいかんということで、新王朝は禁止してるんです。秦という王朝はね、あ、じゃあもう中国では前例があったんですね、うんうん、使っちゃいけない、うんうん、ということですよ、うん、まあ、日本はそれを使ったわけですね。それをですね、日本人はね歴史の古さをいかにいわば捏造するかについては便利な考え方でございますから、それを取ってですねこの空白の時代を埋めたわけですよね。さて、古事記や日本書紀、皆さんご存知ですよね。古事記はですね西暦712年にできました、はい、編集者は大野康丸という方ですよね。日本書紀は編集責任者は舎人親王ですね。あ、そうなんですか。天武天皇のですね、御子でございますね。全体はですね、大野康丸が監修しておったようでございますけれど、さて、古事記や日本書紀はですね、初代を神武にいたしまして、古事記の場合は33代、推古天皇までですね、その辞席を買い取るわけですよ。あ、そこに当てたものに対して埋めていったわけですね、うん、初代から33代までね、うん、それはここに天皇略系図ということで書いてありますね。33代まで。いや、日本書紀はどうかと言いますと、日本書紀はですね41代持統天皇までね天皇記がございます。
さて、古事記に変えて説明いたしますと、古事記は初代から33代まで天皇記が、天皇の記録が詳しく書いてございますけれどね、それは学者の点検によりますと、崇神天皇、これは10代の天皇でございますけどね、崇神がどこに出てますかね、崇神天皇、ここにあります、崇神天皇ね、崇神天皇は実在の天皇である、ね、あ、そうですか、崇神は実在なんだ、はい、しかしそれ以前の天皇は架空の天皇だ、ね、架空なんだ、架空の天皇、初代から開化天皇までは架空なんだ、うん、ね、架空、そして崇神以下もですね、8代の天皇が架空なんだ、うん、架空の天皇、それ以来とですね、この1260年のですね、いわば時間の、まあ、穴埋めができないと、期間が埋められない、うん、ね、さて古事記や日本書紀はですね、何を根拠に作ったかといいますとですね、もうこの時代にすでにですね、天皇家につながるいわば重要な家々がありましてね、そこにですね、定期というものが残っとったね、定期、天皇家に伝わる豪族の家にですね、定期が残っておりましてね、そこには崇神天皇以下15代の天皇の記録が残ってたんですよね、うん、さてその天皇家に伝わる諸々の家に残ってた定期もですね、その家々がですね、自分の都合のいいようにですね、書き直しておりますからね、正確性に欠けるわけでございますけれど、それを整理統合いたしましてね、大野安丸が古事記を作ったんです。うん、ね、古事記作りについては、こういう1260年のですね、期間を埋めなくちゃいけませんからね、実在の天皇だけでは埋めきれませんからね、初代から九代まで架空の 天皇を得たわけですよ、うん、なるほど、まあしょうがないですね、なぜですね、入れたかということはお分かりいただけたと思いますよね、入れないとそれは、まあそれなりに根拠あるんですよ、九代というのはですね、中国の古代思想によればね、中国の場合は9人の帝王、宮廷ですよ、宮廷ですね、偉大な宮廷が中国の礎を作ったということでですね、太子といういわば宇宙の根源のですね、人でございますけれど、それを頭に三皇五帝がいるわけですよね、三皇というのは太皇、地皇、天皇というものですね、その下に五帝というものがいるわけですよね、五帝というのは神皇とか王帝とか行とか春とかね、戦玉とかね、まあ五帝に何を入れるかというのは争いがありますけどね、九帝というのは三の五帝ですね、日本もですね
中国に習って9人の帝王が国の礎を作った、日本の開闢神話のようなものをですねそこで考えたんですよね。中国に三皇五帝があれば日本にもですね9人の日本の礎を作った帝王がいるということでここに9人入れたんですね、うん、これもね神話だけにしておけばよかったんでございますけれど、古事記や日本書紀でですね彼らの実績を事細かにですね書いたんですよね。つまり神話じゃなくて実際性を与えたんですね。実際の人物ということで古事記や日本書紀を作りましたからね、ちょっと具合悪くなったんですよね。さて数字以下8代を入れておりますね。8代の架空の天皇を入れておりますが、それはですね何に基づいているかというと、太子という天皇は外しましてね、三皇五帝を足しますと8人になる、はいはい、8人ね、したがってここで8代を埋めたわけですよね。なるほど。そうしますと実在の天皇13人に架空の天皇を加えまして33代が埋めれるわけですよね。うん、そうですね。まあこの根拠をですね、じゃあ続いてまた申し上げます。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。